ライが来てくれたのか。で、カカシよ、ナルトはどこだ。ここで戦っているんだろう。ナルトは今別の場所で治療を受けている。あとはナルトたちが戻るまで二人でできる限り時間稼ぎをする。いいなか。いや、一人でいい。ここからはこの青き猛獣が引き受ける。威勢の良さは認めてやる。それだけだ。しかし、たった一人で七に踏み込むとはな。七であろうが、そこに道があるなら、どこまでも突き進む。それが、マイトガイという男だ。面白い。決まった。よー、ダイナミック無駄だ、無駄だ。ダイナミックよし。お前程度の体術使いならば戦乱の時代に5万といた。所詮お前はぬるい世界のぬるい忍び。拳も石も全てぬるい。こいつ俺の体術を受けてやりません。もう気づいているんだろ。そんな生半可な攻撃では俺に致命傷を与えられんぞ。もっと踊ってみせろ。なるほど、少しは意地を見せたか。こっちダイナミックセンチュリー。はあ、何をしてくれ。こっちだ。今日も回超えろ戦車。おっと、もう終わりか。大丈夫です。リークか。よかった、間一髪だったね。多少は踊れたようだが俺には通じなかったな。さてこれからどうする。さすがにもう手も足も出ないか。今の俺で手も出ないのなら次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ。この葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。ガイ先生、まさか指紋を。ダメだよ、それは。誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか。お前はもう見せてくれたからな。たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですか。まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。ガイ先生、
認めてください。今こそ自分の忍道を貫き守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして己の忍道を守ることの大切さはお前からもらった。満足だ。あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。おっせ、証拠りもなく。心よ燃えよ、魂よ吠えよ。今こそ自分の大切なものを死んでも守り抜くとけ。第八指紋かい。八指紋遁光の陣。面白い。Oh!
耐え切ったぞ。この勝負俺の勝ちだ。なんだこの感じは。これがガイの最後の技。ガイ先生、ガイ先生。あれは何だ。それによくよく見ると、指紋を開いたにもかかわらず体の損傷が進行していない。生きている。ガイは死んでいない。これならまだ。本当ですか。リー君、急いでガイを医療班のところへ。押せ。誰かがガイを助けた。一体誰が。この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそお前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も。貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む。渦巻きナルト。